おいっすー。はいどうもショウです。ついに買っちゃいました WiiU とマリオカート8。いやーしかしね、まあ下手くそ、ほんとね、もう見てられないぐらいで、買って1週間ぐらいかな、やっても最下位脱出できないぐらいで、いやー心折れた。まあしかしね、あまりにも悔しかったんでめちゃくちゃ特訓して、その結果、見事にはまりました。いや本当見事に。まあというわけでね、まあせっかくはまっちゃいましたから、まあ今回からマリオカート8実況していこうと思います。でもまあね、ただ走ってる様子を実況するのでは物足りないので、まあ、ちょっと目標を持ってプレイしていきたいと思います。今ねレートが2400、まあおそらく初心者に毛が生えたぐらいかな、なのでとりあえず今の倍のレート5000を目指したいと思います。であと、詳細なルールなんですが、1部屋まあ1動画のね、いわゆる4レースのみ対戦で、4レースでいくつレートが上がるか、それを皆さんに見ていただこうと。で次に毎回キャラとマシンを変えてプレイしていこうと。まあ重量級とかいろいろあるからね。以上の2つをまあ縛る形じゃないけど、ルールとして設けていきたいと思います。では長くなりましたが早速やっていきましょう。勝つぞー。さあ初陣となります。もう最初ねちょっとやってたんですけど、録画ミスでね、ちょっと音が入ってなかったんで仕切り直しでまた始めていきます。ちょっと最初から喧嘩はしないでおこうよクッパさん。あー出遅れたな。最初はしょうがないか。よいしょ、内側入ってよいしょ。ここ誰か当たらないかな。おいいとこじゃない。オッケー、一人当たった。いいよ。でここでイン入っといて、クッパーが怖いな、弾かれたらマジで怖いからな。いや前混戦してんぞこれ。いやここのコインが欲しかったな。しょうがない、ここで一気に前出よう。 OK2 位まで浮上、いいペースよ。でインつく OK、 よいしょコインか。まあ今おわ、ここで赤コーラきついって、4位まで下がったか。まあ仕方がねえか。まだね2周目やからそんなによいしょこだわらずいこうか。ここです。ああさすがに当たらんか。今4位5位、やばいな。お願いキノコキノコお願いします。赤コーラか。前の人2人が緑コーラ持ってっからな。これはちょっと待った方がいい。 OK、ごめんよ。さあ今3位や、早いな。ちょっとここは早めに使っとくか。前の人がちょっと見えんくなってきたなあ。まず落ち着いて曲がって、まあまだ間に合うね。よし、どうだろう。ここ最終キノコ条件できたな。頼むキノコ。うわー、まあこれは防御系として持っといた方がいいかだね。うわ嘘でしょ嘘でしょ嘘でしょ。お願い OK。とりあえず3位フィニッシュ。危ないよ。なんで雷あんな時引くかな。そう、たまに不意に来る雷ほんと怖い。いやー危なかった。もうちょっと手前で食らったら分かんなかったね。危ねえ危ねえ。よし、ここ OK。 あのクッパマジ怖えって。あのクッパ絶対当たり屋だもん。絶対当たり屋だよ。弾いてるもんみんなのこと。 OK 当たった。うわちょっと待ってよ。 OK これ、ここをね慎重に行かないと怖いわけ。いやここはドリフトした方がいいのかな。俺毎回しないんだけど。ここで放っとく。でこっち行ってアイテム回収して。うわフラワーか。これはあれか、後ろ打っといた方がいいか。 OK。 でもまだトップは見える位置やからね。おいいもん来たし、いいよ打っとけ。あれガードされた。なんだとクッパマジで。クッパマジでさ、なんなんあの子怖すぎる。オッケー前に近づいたぞ。おいクッパ沈んどけ。よいしょ。いやなんか出てくれないかな。オッケーキノコ3つは熱い。これはもろたで。まずここで前に出とく。うわマジ、いやこれでいけるはず。頼む。1もろたで。やったー。俺地味に初めてかもしんない。地味に1位初めてだ。うわー嬉しい。うわ18ポイントも増えた。わーやったね。引きも良かったね今回。素晴らしい。やった。これは本当に今動画撮ってるよね。大丈夫だよね。上位に入ったことがなかなかないんだよね。いやでもトップから始まるからね。ここ OK。 よしあそこの声欲しいな。 OK。 あやばい。うわーミスった。操作ミスっちゃったな。ちょっとこれはみんなが潰れるのを待った方がいいか。うわーやっちゃった。まあまだいけるか。あ赤コーラなくなっちゃった。まあこれは仕方がないか。さあここもちゃんと曲がって OK で、ここでキノコを引けたら全然余裕だからお願い。これで引いちゃうもんな。よいしょもう一丁もう一回。よし2位までいった。ちょっとダウンフォース俺にくれ。あやばい。うわー食らうか。まあこれは仕方がない出費やと思っとこう。くんなってくんなって、そんな迫るなって。はい、ここも一丁 OK。コインが回収したいんですけど、一応これ防御系としてさバナナは持っといた方がいいんだよね。ギリギリまでだったらコーラとか防げるんだよね。あジャンプ忘れた。どうかな、緑コーラ、まあ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 防御系としてで、キノコ持ってない場合は植えると覚えたもんね。これは翔さん覚えた。ほい、あっぶど何地味に狙ってんの、怖えな。さあ今んとこ1位だよ。ジャンもう一個、ジャンお願い、キノコをどっかで引きたい。いやー引けないか。でちょっとクッパさん、危ねえ。ここを慎重に、よし。さあラスト消えてくれキノコ。まあ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 仕方がない。残念持ってる。お、これはまた来るんじゃないか。1番どうした俺今日順調すぎるでしょうすごくない？連続1位だよ本当に。これ本当に取り直しとかしてないんで、今ね一発撮りしてるんですごいな。よしよし、じゃああとラスト1戦ですね。そうだね、まあとりあえず頑張ってみましょう。ラスト行ってみましょう。ここよし、まず取って、てかこのまま1位安定したいな。まあさすがにそれはさすがに行かしてもらえないか。で多分ここってさ、このインを維持しとけばだいぶロスできるよね。ロスじゃねえや、タイム縮めれるよね。うわー、ちょっとおー、ちょっとぶつかり合うのはやめよう。喧嘩なる。クッパお前とは喧嘩する。あ、いやダメだ。あ、そう当たらんな。あ、この人やらしい、わざと俺の前入ったろあ、いて防衛くそー、なかなかマリカーって一回負のレース入ったらすんごい追撃来るよね。あれ何なんだろうあ、キノコか、いいね、いいよ。でここでインをちゃんとついておいて慎重に曲がる。 OK、 多分みんな途中からね本気出していくから、こういう数とかここに使っていこう。うわー、ちょっと待って、バナナありすぎやってここ OK、 病院まで浮上。あーちょっとミスったね、今のもったいねえな。でももう前見えたからだいぶ気持ち的にも楽だ。はい、ただいま4位。いやー追いつけるかな。うん、ここでちょっと使いたくない。さあこの選択が功を奏すかどうか。とりあえず今ので1位は遅くなったやろ。ここやでアイテム、これでキノコだったら惜しい。これどうなの。あ、引っかかった。あ、でも1人押して2位いやギリギリやったね今今俺の赤コーラかな、どうなんだろう、ちょっと分かんないけど、とりあえず2位いけましたね。お、さあ4試合って今2466ということは今回60増えたのかな。おー、めっちゃ増えたな。すげえ、こんな好調なことないよ。はい、というわけでメニュー画面に戻ってまいりました。さあ、結果としましては改めて言うと、2408から、2482、74増えました。これすごくない？結構頑張ったと思うんだけど、どうかな。まあこういうふうにね、全4戦を戦ってどんだけレートが増えるかということを、まあ、日本中世界中の、マリカファンと一緒に競い合っていきたいと思います。ではまあ最後になりましたが、まあ、これはね不定期になると思うので、マリカ実況は、まあ、末永く応援いただけるとありがたいです。では最後までご視聴ありがとうございました。またねー。